どうも皆さん、おはこんばんちゃなら。現代最強チャリンコ YouTuber、グッドロッキングガイ、新荒北仮面のおじさんだよーん。そんなわけで、今回は、僕が愛用するアイカンホイール、今年でね、4年目、この中華カーボンホイールとね、呼ばれる、カーボンホイールを使って、まあ、4年目突入で、そして4年目にして、新しい、カーボンホイール、提供していただきました。その名もアイカン FL52MAX。 今回は中華カーボンホイール、まあ、3年間使ってやばいところ発見しちゃったんでね、忖度なしで語っていこうと思うんで、よろしくマーベリックです。ホーイエス。やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない、この不思議ちゃんが。アラキサ画面、改めまして、おはこんばんちゃなら。現代最強チャリンコ YouTuber、 グッドルッキングガイ、新荒北画面のおじさんだよ。画面の前の、サイクリストの皆さん、中華カーボンホイールについてどのようなイメージがありますか？まあ、一昔前であればね、安かろう悪かろう、重たくて壊れやすいっていうね、イメージあったと思います。それが現在どうなっているのか、そんなことね、語っていこうと思います。まあ、僕自身も、このアイカンさんから、まあ、企業提供していただくまでは、この中華カーボンホイールのイメージはやっぱり安かろう悪かろう壊れやすいっていうイメージは、まあ、少なからず、持っていました。まあ、そんなこんなでね、まあ、この案件を受けるかどうかもちょっとね一瞬悩んで、まあ、自転車に詳しい友達にね相談して、あ、アイカンだったら安心だから受けていいんじゃないということでね、僕ねアイカンさんからの企業提供を受けました。でロードバイクのパーツに関しては、僕の初めての機材提供、まあ、アイカンさんのアイカンエアロ50、いただいたんですけど、まあ、実際ね、まあ、このオルトロ XR3 に装備してみたら、まあ、見た目はね、かなりかっこいい、まあ、ディープリムホイール、憧れのディープリムホイールがやっぱ10万円前後で買える、まあ、当時は8万円ちょっとだったかな、で買えるってなるとやっぱりね、コスパはいいなって思いました。で、まあね、昔のイメージでいくと中華カーボンは重いっていう、ね、イメージだったんだけど、このアイカンのエアロ50は前後合わせて 1430g。 僕が最初に買った、まあ、アルミ最高峰のホイール、フルクラムレーシングゼロナイトが 1510g なんで、まあ、80g、 アルミの最高峰ホイールと比べても 80g 軽い、まあ、速度に関して言えばディープリムになっているので、まあ、最高速度は62キロで、まあ、巡航速度は、まあ、僕の全盛期で40キロオーバーでね走れたんで、まあ、性能面でも申し分なし、さらに耐久性に関しても、まあ、3年丸々使えたっていうことで、まあ、オルトレ自身はね、年間3000キロぐらい走るんで、まあ、1万キロ弱走って、まあ、持ってるってことで、やっぱり耐久性はね高いんじゃないかなって思います。まあ、そんな中ね、このアイカンエアロ50をね3年間乗り続けた、まあ、結果なのか、さらにはアイカンさんが、僕のことをねちゃんとずっと見ててくれたのかかは神の水を知るところなんだけど、まあ、8月の初め頃にねアイカンさんのね YouTube で、まあ、新型ホイールのね CM があって、あ、これやばいなと思ってね、思考の領域って話マーベリックだよねってねコメントを残したら、まあ、次の日ぐらいに DM いただきました。まあ、そこで提供していただいたのが今回荒北仮面が、まあ、機材提供でいただいたアイカン FL52MAX。 まあ、やっぱ推し活って大事だよねって話マーベリックなんだよね。で今月からねこのアイカンエアロ50からアイカン FL52MAX にね履き替えて、まあ、走っているんですが、やっぱりこの3年間で、まあ、技術の進歩やばいな、すごいなっていうのをやっぱ実感しました。まあ、以前のホイールが 50mm ハイトに対して、今回のホイールが 52mm ハイトにもかかわらず 45g の軽量化に成功、さらにはリムの内幅が 21mm になることによってタイヤ剛性も向上、流行りのデザインを取り入れて、まあ、見た目もね派手にかっこよくするだけじゃなくて、まあ、現行モデルの大手メーカーホイールに引けを取らない性能、
まあ、それらもね兼ね備えたホイールなんじゃないかなってね僕思います。で僕今わけあってね、まあ、チャンネル登録者数5万人達成するまではフラットペダル縛りでね走っているんですが、まあこのフラットペダルであっても、まあ、40キロは楽々到達するし、まあ、マックススピードはね、50キロ、まあ、シッティング状態でマックススピード50キロまで、到達することができたので、やっぱこの空力性能とタイヤ剛性の向上っていうのは、まあ、伊達じゃないって話、マーベリックだよね。で以前提供してもらったねアイカンエアロ50に関しては、まあ、オプションでねハブを DT スイスハブにするっていうね、オプションがあったんですけど、まあ、それが今回なくなって、まあ、DT スイスハブと同じラチェット構造、まあ、アイカン D28 ハブっていうものがね搭載されることによって、まあ、コストを大きく下げながらも 36T ラチェットシステムを搭載することによって、まあ、DT スイスハブと同じように踏み込んだパワーをロスなく伝える、まあ、メカニズムを手に入れる、まあ、さらにはローディ大好きスターラチェット、X なんかでは、まあ、中華スターラチェットなんてね呼ばれているんだけど、まあ、この癖の強い存在感、思考の領域って話、マーベリックなんだよね。まあ、これね新興メーカーあるあるなんだけど、まあ、自社パーツをね駆使することによって、まあ、本体価格をね極限まで下げながらも、まあ、高性能なものを作る、まあ、ユーザーが欲しいものを低価格で提供する、これ思考の領域だよね。で今回のねこの新型ホイールアイカン FL52MAX、まあ、性能面デザイン面も、まあ、申し分なし、まあ、あとは耐久性だよね。まあいかんせんまだ1ヶ月しか乗っていないので、まあ、耐久性に関してはね今後まあね半年1年、まあ、2年3年乗ってね、まあ、僕自身が乗り続けて検証するしかナイジェリアって話、マーベリックなんだけど、まあ、3年今日、ね、アイカンホイールを使ってみて僕が思うことは、まあ、中華カーボンホイールアイカンに関してはやばいぐらい当たりかなって思います。早くビンディングにね乾燥して、まあ、早くポテンシャル発揮したいんでね、チャンネル登録で5万人達成よろしく、マーベリックです。俺の R についてこれるか、まあ、なのでね、まあ、みんなトップブランド一流ブランドのホイールばっか目行きがちだけど、うん十万もホイールにお金出せないでしょう。まあ、特に結婚している人なんかはねお小遣いの中からうん十万をね算出するのってほぼ不可能、まあ、よっぽど金持ちじゃない限りね。まあ、さらには落車したり交通事故を起こせばね、場合によっては一発お釈迦だよね。まあ、社会人にとってこの高級カーボンホイールは、まあ、リスクでしかない。まあ、そんな中中華カーボンホイールは、まあ、10万円前後で、まあ、体感ではね価格以上の性能をね手に入れることができると思うんで、まあ、普段使いからツーリング、さらにはレースまで使えるホイールとして、まあ、選択肢の一つとして考えるのもありかななんてね思ってます。まあ、トップメーカーのホイールを購入するにせよ、新興メーカーのホイールを購入するにせよ、やっぱりねデザインで気に入ったものを購入することがね大事。まあ、そんな中アイカンはねハズレはないんだけど、まあ、こういう動画を上げるとね、まあ、他の新興メーカーのホイールはどう思いますかとか、まあ、トップメーカーのホイールはどう思いますかってよく言われるんだけど、使ったことないホイールはね僕ね語ることはできないし、カタログデータを見てもわからない。百聞は一見にしかずって話、マーベリックなんだよね。まあ、あとはレースで1位取るためじゃなくてね、趣味でロードバイク乗るんだったら中華カーボンの選択肢はね全然アルテグラって話、マーベリックなんだよね。